こんにちは、速塾の久保ですまあネットビジネスの、まあ、第一線に今でもいるのかな、まあ、どうですかね情報発信は常にしてますんでまあまあそういう意味で言うと第一線にいると、まあ、自称してもいいのかなと思いますけどもこの私がですね2013年からこの情報業界ネットビジネスの世界に入って2022年の今日までおおむね10年ですけどもまあ私がね憧れていた情報発信者の方とか、まあ、YouTube を中心とした あインフルエンサーの方っているんですよね。でも、10年してる間に、まあ、大体いなくなりましたね。うん。それで、儲かってますよ稼がせますよっていう人、いなくなりましたね。うん。ということで、今回ね、ネットビジネス、あの人は今という、ね、ことで、ちょっとお話していこうかと思うんですけども、まあ、というのもね、ノクさんの方から同じようなテーマで送られてきたのを、私拝見して、あこれは面白いなと思いましてね。 そういえばあの人どうしてるかなーっていうことをいろいろとお話していこうと思うんです。で、特に私はね、あの、ネットビジネスという一括りにしても、まずはね、アフィリエイトがネットビジネスっていう概念から始まったんですよ。で、アフィリエイトの世界で、私なりに有名だなと思っていた人は、まあ、私がね、弟子入りした、あ土屋博士さんっていうのがいらっしゃいましてね、それから、与沢翼さんと、このツートップが揺るぎない私のカリスマですね。まあ、今はね、土屋博士さんに対しても、 よざつばさんにしても一定の敬意は抱きつつも私はもう別の道を歩んでるんで今細かく情報を取ったりはしないんですけどもビジネスのマインドですとかそれからノウハウとかね、まあ、いわゆる根性とか家族に対する愛っていうのはこのお二人からあ、まあ、学んだことが多かったかなと思っておりますでアフィリエイトの世界に私2013年入って一番最初の1ヶ月目で85万円ぐらい80万円か80万円ぐらいの収益を上げて 当時マージャン店の、あのー、オーナーだったんですけどもね超赤字を出してましたけどもあこれはマージャンなんてやってる場合じゃないなと思いまして、えー、それからね即下塾という今に至る塾を立ち上げて、えー、多くの方に情報発信しながらあ塾生っていうのはもう1,000人を超えましてね47都道府県そして海外、えー、14カ国に塾生さんがいらっしゃるという形になっております。で、まあ、ですんでね海外のニュースも 誰よよ。りも早く届く届んんじゃなないかなと思うんですよ、うん、あとゴシップ系じゃなくってねそこに住んでいる方のいわゆる情報業界に住んでいる人の独特な視点のものですだからまあ、うん、早土地とかもあったりすするんですけどもね、うん。まあ私のことを話してもしょうがないんですけどもこの土屋宏さんと湯沢坪さんは、まあ、今でも情報発信をされていたりとか企業経営されたりとかまあ本当にすごい人だなと思いますよね実力もあってそして継続力もあると。 で、えー、と、川島さんって方もねいらっしゃって私は川島塾っていうのに入っていませんけども声は聞き及んでますねうん、すぐに思いつく方って言ったらこの3人ぐらいかなとそれからね消えていったといえば川本さんっていうねフェイスブックによく出てくる方がいるんですよいつもいいねコメントありがとうございますみたいなねうん、ものすごい、えー、何粘着力と言いますか <laughs> うん、すごかったですねとにかく有名だったですでこの方っていうのはやっぱりねあのアフィリエイトランキングでトップにはいましたよ、うん 私は、ね、そのアフィリエイトの世界でネットビジネスってものを最初に足を踏み入れたんですけどもアフィリエイトのこう全国ランキングってあるんですよで私の記録としてはあのまあトップ10にね18ヶ月連続に君臨していたっていうまあ、そういうふうな自負があるんですよだから上の方には、まあ、それこそ与沢翼さんもいたりとかねそれから川本さんってさっき言った方もいたりとかあと 今でもね活躍されている小野里とはじめさんとかね友達がいたりとか、それからホリエモンって方がいたりとかね、うんそういう中で私もランキングに入っていたんですね。当時はものすごく私もね、あこういう人もああいう人もそういう人も全部ぶち抜いてここにいるなと思った覚えがあります。まあ、当時は本当に、えー、自他共に認めるうー速可塾第一戦だったと思いますね。実績もそうだし、いろんな方とこうコラボさせていただいたりとかね、あのー。 本当懐かしいいい、なと思いますすはい、それでですね暗号通貨って概念が出てきからちょっとおかしくなったんですよあのネットワークビジネスの方とかそれからまあもちろん情報発信インターネットビジネスの方とか YouTuber という方がもうねまぜこぜになってね暗号通貨の ICO っていうのを障害しだしましたここで大きなあ、まあ、ボタンの掛け回しがいが起きたのかなと思いますけども大抵の方とか誠実にやった方とかお金をたくさん稼いだ方とか有名な方とかもここでねほとんど いなくなくってきました、ね、だから ICO で自分の知名度とか影響力を訳の分かんないものに使ってしまったともちろんビジネスっていうのは不確定要素もありますから、あのー、全てね情報発信者に責任をかぶせるのはちょっとお門違いっていところもありますけどもでも多くの情報を受け取った人はそうは思わないわけなんですよ。だからそうは思わない人たちの中に自己責任という言葉でねまあ数々の情報を投げっぱなしにした そういった数々の情報発信者の、まあ、罪は私はね、重いかなと思うんですよ。まあ、罪は重いっていうのは私が勝手に言ってるだけで。で、私は体の枝以外の暗号通貨を進めなかったのが、特に i c o に関してはものすごく懐疑的で、うん、とにかくやめろという発信しかしてこなかった1年間でしたね。特に2017年にあのビットコインが暴落して2018年はそれと交代するように i c o みたいなのが出てきてね。2018年は i c o バブルだったわけですけども、 あの、めちゃくちゃですよ。本当なんか、どう騙すかみたいな、熾烈な争いがあって、私もね、へきして、あの、アフィリエイトをね、もうやめてしまったんですよ、その時ね。同じようにアフィリエイトしてる方が、暗号通貨の i c o のアフィリエイトで、バッコバッコ実績を上げる中で、もう、いわゆる情報商材なんていうの出てこなくなったんですよ。うん、転売の方法とかね。うん、それから、なんとかのノウハウとかね。ああいうの全然出てこなくなっちゃって、うん、なんか私の目指していた、その情報発信によって、 人ににお役に立つっっててのがなくななくですねえなんか情報発信する方も情報を受け取る方もみんななんか億万長者になった気持ちだったんでしょうね。ICO の掛け持ちをしてみたりとかね。なけなしの資金ばかりか借金をしてそこに飛び込んでみたりとかしましたよね。で私は余剰資金の中でうんビットリージョンみたいなのにねあの参加したことがあったんですけどもまあそうするとですね久保さんも参加してるよみたいな感じでビットリージョンの会員を募集する人もいて。 私は誰のことも勧誘したことないんですけどもなぜかねあの久保さんがやってるっていうんで「参加しました」「損しました」「詐欺られました」「どうしてくれるんですか」みたいなクレームが入ったりとかしても、うん、こういうことがあるからねまあ本当に困ったなというところでございますね。うんまあ、それから私はあの即果塾のセールスをするとかね情報商材を作って売るみたいなことはかなり控えて今は年に1回ぐらい そっか、塾をちょろっとね。セールスしてもいいかなとは思ってるんですけども。結局2021年2022年の年の変わり目はそっか塾のセールスをせずにね。もうあの動画概要欄にそっか塾のお問い合わせみたいなメールアドレスがあるぐらいで、もうあとはそっか塾に入りましょう。とかね。そっか、塾はあなたは稼がせます。じゃない。稼がせます。みたいなことやめてましたね。あとキングオブコインという人がいましたよね。あのノアコインみたいなことをね。大々的にやって、なんかその他にも d9 とかね。 いろろいやっててままししたたよねね、うん、消えてきました、ね、正確に言うとたまに出てくるんですけどね。うん、でもあの人の情報発信を何度やられても信じる人がいる限りはあの人は君臨し続けるんじゃないですかうん。あそれから女性でもなんか言いましたよねあ蝶長みたいな方がねいや。この方のことはよくわからないんですけども、うんま、ずよくわからないんで何とも言いませんけども今でもメール送られてきますねこの方はね。 読んだことはないんですよ。うん。でも、すごく継続されてるなと思います。あの、詳しくは全然わからないっていうか、詳しくなくても全然わかんないんで、コメントはこの辺ぐらいまでしかできないんですけどね。うん。それからね、あの、舞姫さんって方がいらっしゃって、同じ広島出身で、今ドバイに住んでらっしゃるんですけども、この方はすごい力を持っていて、私はすごく好きですね、この方のことは。うん、まあ今でもね、すごく気にかけていただいてるところもあるし、私もね、舞姫さんは、 あのまあ最も身近な、うん、ビッグスターだなと思ってますね。まあ、今一緒にビジネスやってるかっつったら、まあ、ほぼ一緒にはやってないんですけども、まあ、でもあの同じ取り組みをしたこともあってね、うんまあ、非常に影響力の強い魅力的な方だなと思います。これはビジネスに限らずなんですけどもライフスタイルとかあの人に対してとかね仲間意識とかねそれからあの一人で孤独であることの強さとかさまざまなことを学んでいるような。 感じですねねその方誰がいましたっけ、ね、このぐらいしか思いつかないですね。うん、あとなんだかんだ言って私はあの情報発信をしてますけども誰かの情報を特定の人の情報を受け取るってことはほとんどないんですよそれこそ有名人の方をリサーチするんじゃなくて自分の熟成さんのことばっかり見てますんでもうそういう意味で言うと情報業界から一線を画して自分の作ったコミュニティの中に全力投球してる感じかなと思います。うん、ですんでほんと語れることがあんまりないんですよね。 うん、ただね、なんかこう、この人のこと知りませんかって言ったらお答えすることができると思いますんで、その時はね、メッセージいただければと思います。まあでもほとんどの方は、儲けてる割には儲けてないですよ。言うほど。うん、で普通の人っていうかね、あのー、なんか今、派遣社員やってる人もいますからね、派遣社員が悪いわけじゃないですよ。いや、1億、2億稼いだんでしょってなんでそうなってんのみたいなね。で、私、これは私のね、体感なんですけども、あのー、私程度やれば、もうこういう生活を送れるんですよ。 もう、ねまあ、どういう生活か想像していただければわかりますけど私のね情報発信によってだから私よりも検電がね強い方とか有名だという方フォロワーの多い方もっと本来なら資産を構築してしかもリスクエッジもレベルが高いはずなんですよでもなんかね今ねその消えてる状態っていうかね資産的にも厳しい状態にやるっていうのは一つ言えばどこに行っても油断できないっていうものなのかもしれませんしあとは 口ほどにももななかかったのかもしれないですよねそれをどう判断するかはもう皆さん一人一人が考えていただければいいかなと思います。まあ,あの本当にね消えていきますね。消えていきましたよ。毎日情報発信している人は少なくともね毎日情報発信しているような人は、まあ、まあ私とかね吉江さんこの二人ぐらいじゃないですか。あとはなんかセールスの時だけ出てきてセールスが終わったら消えていくみたいなね。 でサポートはあんまりしたくないから積極的に顔を出さないってところもあるでしょうで私は毎日情報を発信してますんで毎日サポートの,あのお願い来ますからねでそのこともたまに一般公開動画でやると思いますけども今回はあの返信を一般公開しますみたいなねそれでは私はあの透明性を担保していきたいなと思いますしでビジネスなんで失敗はありますよお互いにねだからリスクエッジがいると思いますし余剰資金余剰時間自分の人生に大きなダメージを つけないような形でやるのが大前提だと思ってます。だからね、まあ、今の時代、巨額な資金があるようなビジネスっていうのやっちゃいけないんですよ。資金、ほぼゼロでできるものばかりですから。だからね、YouTube なんて、ただでできるでしょ。ただでできて1億円稼げる YouTube、うん。これやればいいんじゃないかなと思います。それに比べるとね、暗号通貨は手出しがいるんで。うん、それからめ、難しい税制とかも計算しないといけないでしょ。うん、だから、あんまりお勧めしないですね。うん もうもうだから乗り遅れたと言ってもいいですよ暗号通貨の,あの爆撃っていうのはだから今はビットコインとかイーサリアムなんていうのをある程度購入しておいて5年単位とか10年単位で待つっていう本当の不動産みたいな買い方が正解だと思いますね取引の回数が多くていいことはないですねむしろね取引の回数を多くしないとチャンスがないっていうのはやっちゃダメなんですよ投資関係は まあ、FX でもねどうかなと思いますよ毎日取引しないといけないというのは単なる作業になっちゃいますから、うん、でその作業をねあ,のある一定のレベルで繰り返して年間で1000万ぐらいですからでそれが課税されて半分ですから、うん、私の FX 見ててどうですかね割に合わないですよあれは、うん、毎日やる割には割に合わないただなんとなく面白いし私の情報がしを当てにしてくださってる方もいるんでやりますけどもそういうモチベーションがあるんで ただ利益のためにだったら、もう私はエ藤さんも辞めてますね、FX はね。あのー、そんなにいいもんじゃないです。あと、これ以上 FX の,あのレベルを上げようと思ったら、大切な家族との時間を失わないといけないんでね。もう私のバランスじゃないです。もう資産がなければ、もっともっと FX に傾倒しますけども、もう家もローンがあるわけじゃないしね。なんか、あー日々の資金、そんな困ってるわけじゃないんで、FX はあくまでも、 いつ辞めてもいい、まあ、まああ効率のいいい労働ぐらいに思ってますね。いつの間にか自分のことを話しちゃってますけども、うん、そのぐらいねあの,あの人は今って語れるほど今でもなんかこの業界に残ってる人ってちょっと見かけないんですよね、うん、だからこの人はどうですかってのがあったら是非ねご連絡いただければと思いますそれでは